東京羽田空港。その展望台にやってきたのは今回の主役です。一見するとどれも同じような飛行機に見えますが、あれは、ボーイング787のダッシュ9ですね。もう国際線では主流なんですけど、まあ、国内線はまだ数が少なくて、はい、手前にあるのがこれがボーイング787のダッシュ8。ダッシュ9との 見比べ方はダッシュ9の方が窓の数が多い、だからその分だけまあ長いっていう。飛行機は好きですね、はい、ずっと入れますね。ずっと入れます。飛行機をこよなく愛するこの男こそ今回の主役、 ANA の奥永智之さん。大学時代は飛行機とは無縁の農学部で肥料を研究。なぜ航空業界に飛び込んだのでしょうか。日本の国のために何かしたいなという思いがあってですね、民間側として何か力になれることがないかなという思いで探してたんですけれども、やっぱりその国際線を飛ばしている、日本のトップの航空会社の ANA というところは、会社としての魅力を高めることがひいては日本の来る、お客さんを増やしたりですとか、国益にこうかなうんじゃないかな。壮大な思いで8年前 ANA に入社。4年前、羽田のオペレーションマネジメントセンター、通称 OMC に移動。ここは80人が勤務。その奥では大勢のスタッフが集まっています。実はこれ特別な打ち合わせ。緑色の太線が平野部での雪の目安となる925ヘクトパスカルで 0°C のラインになりますが、この日2月5日は関東で降雪予報が出ていた日。羽田空港で雪が降ると遅延や欠航といった影響が出ることが予想されるため、その対策会議を開いていたのです。 OMC は現在1日およそ850もの運航便を24時間体制で管理。お客様の安全が第一の航空業界にとって欠かせない存在です。了解しました。刻々と変化する状況に対応しなければならない OMC。 奥永さんもその部署の一員。今の仕事が、今運航支援者ですね、はい、まあ、運航管理者っていう、まあ、責任者と、あとは、まあ、支援者の、まあ、2人でペアにして、はい、それで、仕事してます。奥永さんが所属するのは国際線の運航管理を担当する部署。仕事内容は出発前の飛行機に対して安全を第一に、効率性、定時性、快適性にも配慮した飛行経路や高度などを決定して飛行計画を作ること。運航管理者が行う飛行計画の作成を奥永さんは運航支援者としてサポートします。例えばそのこれから飛ぶ飛行機が高い雲のエリアを飛行しそうであったりすると、事前に情報提供して、まあ、回避が必要ですよということを言ったりですとか、はい、その他にも燃料を積む量や飛行機に積む荷物の重さを考えるなど、仕事は多岐にわたります。飛行機が出発してからも別の仕事が待っています。上空飛んでいるパイロットのまあ、カウンターパートになって、はい、まあ、運航が安全にできるように、支援をするような形で、はい、仕事をしてますね。社内のそのシステムの中で飛行機が着陸するまで運航状況を地上のモニターで監視し、急に発生するイレギュラーな出来事に対応し、運航乗務員を支えます。そして運航支援者である奥永さんが目指しているのが、
まあ、国家資格なので管理者のは、はい、運航管理者です。国家資格が必要で、 ANA ではさらに社内の試験に受からないと運航管理者の仕事にはつけません。しかし奥永さんはその試験を見事に突破。ついに、ちょうど来週ですか、2週間後ぐらいに初めての運航管理者としての業務が、スタートしますね、はい、そうですね、初めてそうですね、スタートします。入社8年、念願の運航管理者になることができるのです。しかし運航管理者は運航支援者にはない厳しさが待っていると先輩は言います。作成した飛行計画、飛行実施計画に今デジタルですけども自分の名前が入るんですよね。その重みっていうのを最初はすごく感じましたし、ただその決める覚悟がもしかしたら必要なのかもしれません。いや、もう今からすごく緊張してますね。やっぱり何かイレギュラーとかがあると責任を負わなければいけない立場ですので。デビューの日まであと2週間、頑張れ奥永さん。奥永さんは本来の業務とは別に重要な業務に関わっています。それが OMC の業務改善に取り組むこと。今年のテーマは運航便の遅延情報を素早く把握して、よりタイムリーにお客様へ情報提供することです。空港を選べるようにしておいて、そしたら空港を変えればそのシートも自動的に変わるということはできるかなと思います、遅延便を調べる際の対象空港をより広く展開できないかと考えたのです。そんな奥永さんを見た上司の鈴木さんは、日々の業務のあれこれをこう学びに変えていく力がありますし、今回の改善のようにその業務そのものを良くしていく力がありますし、そこが彼の一番の強みかなというふうに思っています、はい、上司からも信頼の厚い奥永さん、待っているのは運航管理者デビューだけです。デビュー当日、早朝5時30分の羽田空港に奥永さんの姿がありました。結構緊張してますね、はい、はい、昨日から、結構準備して、なんとなく自分の中でイメージ持って業務に入るつもりではいるんですけど、はい、やっぱりこう何がこう突発的に起きるかまだ分かんないんで、はい。前日はあまり眠れなかったという奥永さん。おはようございます。運航管理者として初めて OMC のオフィスに入ります。今日デビューです。よろしくお願いします。羽田電話してます。はい。よろしくお願いします。お願いします。まずは夜勤を担当した運航管理者から引き継ぎを行います。ナセフが飛行場予報で見ると、空港の風の向きなど天候のあらゆることをチェック。北風で見るとやってくれて。朝6時、いよいよ憧れの椅子に初めて座ります。運航管理者として緊張のスタートです。運航支援者として奥永さんのパートナーを務めるのは入社4年目の品田さん。この日奥永さんが担当するのはアジア路線。初日から1日50便以上もの飛行機を任されました。まずはこれから出発する便の飛行計画の作成。こ
1便1便に対して燃料どれぐらい積むですとか、はい、大外空港どこを選定するとか、そういうのを一個一個こう入力していくというのがあるんですね。そして緑のボタンを押せば飛行計画の作成は完了。責任者として奥永さんの名前が刻まれます。朝7時、この時間帯が一番気が抜けないそうです。ちょっとこれからの羽田出発の便、あと東南アジアから戻ってくる便が多いので、はい、まさにちょっとこれからこう最初の山を迎えるっていうような形ですかね。これから、はい、これから。はい、よろしいです。上空の飛行機から送られてくるテキストメッセージに加えて、アジア各地の空港からひっきりなしに連絡が。すると問題が発生。9番4セット、おかしいでしょこれ。現地確認してみますね。中あ、そうね、何か多分間違えてる気がする。これから台湾を出発する便の荷物の量が予定よりも大幅に下がったため、直ちに現地に問い合わせます。重量に間違いがあると安全性にも問題があるので、こう懸念があると都度こう確認をしていくっていうのは、はい、してます、ね、勤務開始から6時間。はい、じゃあ休憩に行きます。あ、休憩に、はい、あ、早朝からの勤務、体大丈夫ですか？疲れましたね。疲れました。疲れますね。気がずっと張ってる感じなの。あ、そこでやってきたのが、あ、ここあの、ですね、休憩室兼こちらに仮眠室があって、はい、まあ、大体20分ぐらいいつも仮眠取るようにしてて、あのアメリカの大統領のケネディも仮眠取ってたみたいなんで、はい、ちょっとそれに感化されて僕も仮眠取るようにしてます。午後の仕事に備え少しでも仮眠を取るのが大事だそうです。そして休憩から奥永さんが戻ってきました。バッチリですね。生まれ変わりました。生まれ変わりました。本当ですか。借金です。戻るや否や奥永さんのチームにある心配事が。この後あの成田、今日は成田の着陸の時の風がちょっと心配なんですけど、成田に東南アジアからの便が戻ってくる時間なので、ちょっと気になってきますね、はい、これから最初の便が着陸がもうすぐ始まるの限りに何便か来るので、いつも気を引き締めてますけど、さらに気を引き締めてます、ね、1時間後、成田空港周辺に強風の予報が。風は飛行機の大敵です。運航管理者として一時も気が抜けません。成田の風が悪くなってくるかなと思ったんですけど、そこまででもなくてですね、まあ、順調に、はい、この1時間も特にイレギュラーも来てないんで、はい、大丈夫そうかなと。あ、大丈夫ですか。午後4時40分、羽田空港の日が傾き始めた頃、奥永さんの仕事も終わりを迎えます。もうすぐ終わりますけど、はい、今ですか。晴れ晴れとした気持ちです。いや、まだ何も終わってない。じゃあ、おい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。運航管理者として長い一日が終わりました。そうですね、まあ、何事もなく終わってとりあえずほっとしてます。はい、ほっとします。あんまり寝れなかったんだけど、はい、帰ったらゆっくり寝ようと思います。お疲れ様でした。
奥永さんにとってこの運航管理者という仕事の魅力は何でしょうか。やっぱりこう飛行機を飛ばすっていうことがすごくあのなんですかね、あのワクワクすることで、国際線で自分の作ったプランで海外まで十何時間もかけて飛んで、そこに無事に着陸してお客様を運びするって、その自分関われてるっていうことが本当に貴重だし、こういう航空会社に入らないと味わえない感動っていうのはあるかなというふうに思います。運航管理者として新しい第一歩を踏み出した奥永さん、大きな青空へ羽ばたけ、輝かしい未来が待っている。